い、奈良コミの高とコミでございます。はい、今回なんですけど、前ね、タカと撮影でね、奈良市箸運んだ時に気になるおでんのね、テイクアウトできるお店があったので、そう、むつきさんっていうお店なんですけど、ほんまね、商店街の一角にポツンと現れるね、うん、おでんをテイクアウトできるお店があるっていうことで、うん、早速ね、おでんの方をテイクアウトしに行きたいと思います。イエー、それでは行きたいと思います。レッツゴー。うい、現在は奈良市、遠くに見えるのが東向き商店街の入り口、そして今回お伺いするのがこちら、桜通り商店街の一角にあるお店、奈良公園とは逆方面になるので通ったことない方もいるかもですが、魅力的なお店がたくさんございます。今回お伺いしたのは奈良県奈良市にある立ち飲みむつきさん、過去にも YouTuber が来たとか。こちらテイクアウトのみならず、立ち飲みとしてもおでんやお酒を楽しむことができるお店。おでんのメニューはこちら、これは食欲そそりますね。だしもたっぷり入れてもらえて、寒い季節とか嬉しすぎる。器代はサイズによって変動します。コミが注文したのは大根、卵、ちくわ、すじ肉、なぜか2本しっかり入れていただいただしに使ってて、これは最高で美味しいに違いない。おだしから、優しいですね。そんな濃くなくね、程よい優しい味わいでございます。心温まるじゃあ大根からいただきましょうかね。はい、旬でるってやつじゃん。旬でます、旬でる、うまいな。そこまでしつこく味ついてないっていうところがまたいいっすね。うーん、筋肉の、筋肉のね、もともとの味がうまいっすね。うん、たまらんね。ちくわ重い、ちくわ、はい、うん、おい、寒い時にやっぱおでん最高。そうやんな、卵ね。うまい、奈良コミ。はい、ということで立ち飲み屋むつきさんの方でおでんテイクアウトしてきたんですけど、うまかったですね。斬新こうっていうところで、はい、ほんまに斬新ですよね。あんなに商店街の一角におでん屋が現れて、しかもテイクアウトできるっていうことで、そうよ、うん、なかなかやっぱり居酒屋でおでん屋さんっていうのは結構あるかなと思うんですけど、うん、テイクアウトまでできるっていうところがね、そうやんな、よかったですね。気軽に楽しめるっていうのは熱いな。もう一目で惹かれましたもんね、うん、おでんあるやんみたいな。立地もいいしな。そうですね、近鉄奈良駅からだいたい歩いて10分くらいですね、うん、で桜通り商店街っていうところの一角にあるので、うん、まあ、ぜひお越しいただければなと思います。こちらね、おでん屋さんなんですけども、まあ、テイクアウトは今回させていただいたんですが、別にね、立ち飲みバーとしてもね、こちら運営されてまして。なるほど、立ち飲みバーですか。そうなんですよ。いいっすね。めちゃくちゃ、もう行ったことないんやけどな、僕自身。ないですけど、ちょっと行きたいなっていうのは思うんやけども、おでんだけじゃなくて、それこそ刺身とか、まあ、ソーセージとか、そういったね、お酒のあてになるようなメニューも置いてくださってます。なるほどね。はい、ですので、そういったものと一緒に、まあ、おでんとも一緒にお酒をね、楽しめるというお店なので、しかも昼の13時から開いてるお店なんですよ。やっぱね、おでんの横にはなんかビールがあるイメージありますもん。日本酒じゃない、日本酒かまあどっちかというと、はい、はい、まああるんで、はい、まあほんまにね、そういったお昼からね、もうこの贅沢に飲んで、で奈良県を観光してと、最高やと思うんでね。そうですね、ぜひね、来てもらえたらなと思いますね。ぜひぜひ。でね、おでんの味自体もね、すごく美味しかった、うん、もうあっさりめのね、味わいでね、いつでもね、食べやすいおでんになっておりましたし、うん、他にも僕が食べた具材以外でもね、メニューありましたので、ぜひまた行ってみたいと思いますね、うん、はい、ということで、まあ、今回はこんな感じで終わりたいなと思います。はい、こちらの動画が面白いと思った方はチャンネル登録、高評価、ベルマークの方をポチッとお願いいたします、はい、あとツイッター、インスタ、グッズ販売とも行っておりますので、概要欄の方確認お願いいたします。本日のコミの一言、おでん二刀流、桃源鉄火、おでんだけに、はい、次回の動画でお会いしましょう。バーイバーイ。